どうもよしもと芸人、コタンティン・ホフマンとネズミ先生ですフックの一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、3ヶ月後の未来を覗いていきたいなと思っております。えー、カードは左から1、2、3番で好きな数字や直感、絵柄などでカードを選びください。また一つに絞りきれない方はですね、二つ、三つと見ていただいて気になったメッセージをお受け取りください。タイムシフトは概要欄に貼っておきます。 ということでね、左の1番ですね。早速、シックスオブファイヤー選ばれた方のリーディーリングに入っていきましょう。紫のカードでアドバイスを最後に出して締めていきます。右手のカードで、3ヶ月後の未来、左手のカードで現状全部整地に直して出していきましょう。ペンタクルの7番、タイムトゥーゴーソリテュードって感じですね。こちら4枚のカードからですね、 現状テーマになることなど全部で、ね、お伝えしていくんで参考になさってみてください。まあ何でしょうでも頭ん中は今あなたの中頭と心を開けた時にね頭の中でお金とか情熱を傾けてることに対してすごくね興味関心意識が湧いてる向いてるって感じがするんですよ。で、ね、まあカードから読み取ったことはそれがね一個じゃないんですよね。 複数のことに情熱を傾けて複数のことで、こう、仕事をやってるというか、一個の仕事をやってないというか、また一個の仕事だけで収入を得ているとしても、何か複数のことに取り組まれてて、今後ね、その、いろんなことで収入、パラレルワーカー的にね、いろんな収入を得ていこうと、頑張ってらっしゃる方。まあ、例えば、資格取得をね、目指して、頑張っていて、 その資格が取れたらさらに仕事の幅が広がるとか、何か夢に向かってね、オーディションを受けてるとか、努力してることがあって、それがうまくいったらまた仕事の幅が広がって収入源が増えていくってことかもしれへんしね。まあこうやって僕みたいにこの SNS ですね、YouTube とかそんなやってて、収益化を目指してやってはるっていう人もいるかもしれへんし、何かこう、情熱を傾けてることと仕事にしたいっていうことが何個もある方が、 こう一番選ばれてんのかなって感じがしたんですよね。だからそうやって、全部が全部うまく回ってないかもしれへんけど、全部うまくね、回していって、自分流のこのパラレルワーカーになりたいというか、いろんな仕事、いろんな情熱を傾けてる好奇心が湧くからいっぱいね、それを形にしていってお金を得ていきたいな、仕事にしていきたいな、活躍していきたいなって方が、多いのかなと。だから結構ね、その、 頑張ってる今って、ま、孤軍奮闘というか、協力者も何人かいるかもしれへんけど、基本的には一人で取り組んで向き合ってやっていかなあかんことが多い。まあ、勉強するにしてもね、資格取得の勉強にするにしても、なんかスクールに通っているというよりも自分で独学で勉強するとか、まあ、スクールに通ったとしてもね、結局一人でやらなかん勉強時間って多いわけやから、一人で結構ね、向き合って頑張ってるっていう、 まあ孤独な時間もね、結構多いのかなと思います。うん、それ未来で豊かになるために、今は自己投資だって言って割,割り切ってね、こう頑張ってらっしゃるのかなと思うんですよね。いやそれも、なんで今そうやって集中して頑張ってるかというと、なんかね、期限がある。それはなんか締め切りがあるのか、自分の中で立てた締め切り、目標の締め切りみたいなのがあって、頑張っているのかな。 なんかそういういのも感じますね。まあ、例えば年齢の制限をね自分で設けてるとかね自分はもう何十何歳やから何年後かまでにはこの結果を出したいとか思ってるのかそもそもその資格やったりとか何かね目指してることが年齢制限であるとかねなんか締め切りがあるものでやらないといけないのかわかんないけどアナウンスでね古軍奮闘的にすごく頑張って期限の中でね そう。何か時間内にやらなあかんみたいな状況で頑張ってる方が多いのかなっていうふうに思うんですよね。なんかそんな感じですかね。なんかまだ形になってないっていう感じがしますね。自分の理想の通りにまだ回せていないけど、頑張ったらいつかこれ理想通りにこう全部を歯車うまくね、回すことできるんかなって。頑張ってる部分もあったり、でも心の中では、 迷ってる部分もありそうですね。この方向でほんまに合ってるのかな別の方向の方が合ってるんじゃないかなとか、別の道も探った方がいいんかなとか、いろいろ悩んで葛藤の中、じりじり前に進んでるって感じがするんですよね。なんかこう、一個のことに集中して頑張れてる方もいるかもしんないけど、中にはやっぱり少し迷いながらね、 じりじり前に進んでるって方も多い感じがするんですけどね。でもね、まあ、覚悟も感じますね、すごくね。私はそれだけの時間とお金を別途してね、それを目標を叶えるために頑張ってきた。それは、ここまで来て諦めてないってことは、本当覚悟を持ってね、進まれてきてるんかなっていうのも感じますね。うん。だから、うっすらでもあるけど、 ちちょっとゴール見えてきてきるんちゃいますかねこのまま頑張ったらあそこに到達できるかもしれへんっていう希望はっきりとは分からへんけれども確信まで得てないけど頑張ったらいけるかもしれへん届くかもしれへんってところで頑張ってはるんかなって感じもしますね少しこのソリテュードのカードからなんかね感じるものがあって自分自身を過小評価してる部分があるのかもしんないですね一番の方は それは心の中で自分自身に対して抱いているイメージセルフイメージが実像と合っていない本当のねあなた実像のあなたってもっとね能力高いんですよでも自分の中で心の中で自分を作り出した虚像の自分は過小評価してるんですよね 自分のこと。それが偽りの自分で、本当は見れてないところがあって、もっと自分って、自分が下している過小評価よりも、本当のあなたの評価の方が、えっと、高いんですよ。評価が。それは自分で自分のことをセルフイメージで、下に見てる、低く見てるっていうふうに思うんですよね。 このソリティウドのカードで言うと、池に自分を映し出してみてるんだけど、空に鏡が大きくあって、そっちに自分を映してみてっていう感じに見えるんですよね。空の方が圧倒的にでかいじゃないですか。で、高いとこから自分のことを見下ろした方がよくわかるとかってね、部分もあるし、ちょっとね、そこ、自分のことを過小評価っていう、うがった見方というかね、 下に見てる感じ、ちゃんとそれは捉えれてたらいいんだけど、正確性に欠けてる部分があるので、あまりね、自分のことをこう、マイナスにね、受け取らない方がいいよっていうことも言ってきてる感じがしましたね。では、3ヶ月後の未来見ていきましょう。どんな風になっていってるのか。全部聖地に直します。ワンドの2番、やカミングトゥライフ、連日出るな。すごいな、このカード。 To be fair. やっぱりね、なんぼ僕いろんな角度から見ようとしても、同じカードが連日出たらね、やっぱりね、偏ったこと言うかもしんないけど、まあそれもね、意味があって出てると思うんでね、参考になさってみてください。このカードだから、選択肢は違いのね、毎日ほぼ撮影してるんで、毎日出てきますね、本当に。なんか意味があるんでしょう。やっぱりね、3ヶ月後の未来で、 2番これね「ToBeFair」もなんか天秤にかけてるものがあって2番のワンドもなんかこう選択肢を迫られてて2枚ともなんか選択肢が目の前に現れてそれを選ばさせられる状況っていうのが見えるんですよね。でそこであなたは納得いく答えを一つ掴むっていう風にやっぱ見えるんで3ヶ月後の未来このままあなたが頑張って進んでいった先に何か選択肢が目の前に提示されるっていうことが起きそうです。 でその選択肢を選んだ結果、道が、新しい道が開かれていく、幸せの道がね、進んでいく、始まっていくっていうことが見えてるんで、どっちを選ぶかですごく悩むと思うんですけど、あなたはそれを選ぶときに、表面的な、こう、なんていうかな、目で見て、肉眼で見て捉えれるようなことで、選ばない感じがするんですよね。 何て言うんかな条件とか周りの意見とかそういうことかな目で見えるっていう例えを現実に落とし込むとあなたはだから心の目で自分と内観し自分と向き合って自分自身が直感に従うとかね自分自身の心に従って A なのか B なのかどっちかを選ぶんですってでそれが選んだことによって 道が開かれていく。その先の未来を見てないんで分かんないし、予想になっちゃうから言わないけど、そこまで見えてます、3ヶ月後は。選ぶっていう。そう。選んだことが正解なのか間違いなのか、またその先でね、確認していくことだし、で、選ぶことにいつも言っているか間違えてないんですよね。何か良い結果が出たら、正解。 悪い結果が出たら間違いって、こう二元論だけで頭の中が構成されてる人にとっては僕の言ってること違和感にしか感じないけど、僕本質を伝えることを大事にしてるんで、本質って二元論じゃないんですよ。この世の断りって実は。そこで、そこだけで重点を置いてると見失ったり、不幸やなって感じることが多々起きやすいんですけど、それだけでうまくいったらいいんですよ。本当に二元論だけで成功していけたらいいんだけど、なかなかどうしてそれはうまくいかないことが多くて、 心の目でね、だから、あなた選んだ時に必ず正解を、正解の方を取るんですよね。で、それがあなたが望んでない目先の欲求、目の前の欲望を満たすってことは僕,僕らは幸せって肉体が感じることなんだけど、必ずしもそういうことじゃないかもしれない、選んだことが。でも、最終的に、中長期的に見てあなたが心の中で納得して満足して幸せだって思う方を必ず選択できるんで、 そういった意味で間違いは選ばないです。大丈夫なんで、心の目で直感で心に従って選択肢に迫られたことは選んでいってください。あなたが今情熱を傾けて頑張っていることに対しての何かこうチャンスであったりとか新しい道が開けるってことに関しての選択肢が迫られるっていうことに対して、あなたは心の目で決断をして 選んで進んでいきます。で、でもね、それチャンスをつかむって言われてるから、そこに幸せを表すようなね、キャラクターが出てきてるから、やっぱりね、幸せの方向へ進んでいくと思いますよ。あなたは肉体的にも幸せやなって感じれるような状況は、に行けるんじゃないかなと思うんですけどね。でも大切なことは人間論じゃないよって。そこが断りだから、この世の実は。 そう、それに気づいた方がいいんじゃないかっていう意味でお伝えしました。ぜひね、参考になさってみてください。アドバイスに入っていきましょう。タ田。今がね、これリアルタイムで見てる方は、えー、9月ですよね、3ヶ月後が。9月ってこの暦の上ではね、暦の上では一応秋が始まる月とされてるんですよね。まだまだ暑いと思いますし、残暑厳しい暑いな。僕らの体感からしたら夏って感じやけど、 暦の上の秋の始まりがね、始まる頃なんですよね。9月からって。体感はでもね、9月夏ですよね。でもね、そこで秋と捉えましょう。今回秋と出たんでね。3ヶ月後、秋の始まりが感じれるんで、秋の準備とかもね、入ってくると捉えまして。まあ大体、秋ですよ。ざっくり言うて。だからこの秋。やっぱり今回このカードを言ってきてるのは秋だと思います。 秋にあなたが何かねこれ出会ってますよね人とねあなたをやっぱ導いてくれる人との出会いっていうものがありそうですねアドバイスそのだからきっとあなたがね決断に迫られてその選択肢を選び進んでいった先で何かあなたにサポートをしてくれる人が 現れれるるるよよよっっててていううことをアドバイスでで言ってくれてるように感じるんですよねだからアドバイスはもうこのまま進んでいってねとしか言いようがないですね本当に。この出会いなんて自分で引き寄せる引き寄せないというかもうこの必然で決まってるから出会う人なんてだから特にそんなに何か頑張らなあかんとかないので。 そのまま決断した先には人が現れて導いてくれるよっていう感じに見えるんですよね。だからあなたは、何やろね、ちょっと思ったのカードから、心を開くオープンマインドな姿勢で誰とでも接するようにしてみたらどうかなと思いますね。 関わってみて付き合いが始まっていって、あ、この人が私をサポートしてくれる人だったんだっていうのは気づいていくわけで、出会った瞬間にやっぱ気づけないもんなんですよね。だったりしますよね。直感が鋭くでわかる人もいるけど、だから基本的にオープンマインドね、こう、していれば取りこぼすことはないと思うのでね。そう。 そういう感じかな。シンプルなアドバイス。だからすごく。特に何かこれからしていかなければならないみたいなアドバイスではないっていうふうに思いますね。で、そこが、あとね、その、その人と、あの出会、出会ってね、関わっていくために、大切なことが、なんか言ってきててもう一個。 あの自分らしくいるそう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 あなたが例えば植物の中で木やとするじゃないですかでも花になりたいから私は花だって言って木やのに花になろうとする木はここで適材適,適所というかそこにあった場所があるわけじゃないですか花には花に合う場所フィールドがあってだから 自分に合わないフィールドにわざわざ移動していったら会いにくいよっていうことを言ってきてくれてる感じがするんですね、このアドバイスカードが。あなたが例えばキーなんだったらその場所、そのキーが、えー、反映していく場所、生い茂っていく場所にいてくださいっていうこと。これはだから現実的に言うと、あなたのまあキャラクターであったり、やってる仕事であったり、 軸になっていることそれぶらさずにいてくださいっていうふうに思いますね。でも好奇心が湧いてきて軸をぶらしてでも新しいことはしたいって思ってそっち行っちゃうとそのサポートしてくれる人に会いにくいって感じがするんで自分の軸はぶらさずにいろんなことやっていけばいいんだけどぶれてしまったらね会いにくいって言われてるんでだから いろんな好きなことやってもいいんだけど、自分の軸はね、ぶらさずに、木、木やったら木の中でいろいろやっていく。枝を伸ばしていくはいいんだけど、花になろうとしない。自分じゃないものになろうとしない。例えば、もう極端な例えうと、いつも言うけど、僕、野球未,球未経験、野球が未経験な、まあ、荒方のおっさんなんですけど、僕が今からね、 プロ野球選手になるんだって言って興味湧いたからって言ってそっち行っちゃうとまあ慣れないのは明白じゃないですか別にその野球を詳しくなることによって何が芸人のね仕事が増えるっていうことはあるかもしんないしねかもしんないけどそういうことやなくて僕はなりたのはプロ野球選手だからって言ってやったらもう難しいじゃないですかそれよりも自分が今までやってきた軸になっていることをからやっていってほんと野球に興味あるんで野球を勉強していって こう芸人が野球詳しいってことでこう仕事もらえるっていう状況って全然あるんですよね。そっちに行けばいいんですよね。どうせ野球を詳しくなれんやったらプレイヤーっていう全然今まで経験ないことに手を出すんじゃなくてじゃ知識を仕入れてね詳しくなってそ野球の番組に出るっていう芸人としてってやったら可能性は見えてくるじゃないですか。そういうことですだから。 軸をぶらさずに新しいこといろんなことに調整するのはいいけど軸がぶれてしまって新しいことに行っちゃうと出会える人にも出会えなくなっちゃうよってことを言ってきてくれてる感じがしてるんで参考になさってみてください。はい。で、出会うタイミングはやっぱり秋って言われてるんで、まあ、その前後ぐらいでやっぱりねこの決断に迫られるなんて展開起きそうなんで心の声に従って進まれていくといいかもしれませんね。 では以上が一番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になった方はね、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指して日々ね、動画を投稿していっております。5000名達成した際にはですね、個人鑑定を文章のやつをですね、何名かの方にプレゼントしようと今考えてますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てください。また見てねー はい、ちゅー、ちゅーちゅー、ありがとうねー。戻ったねー。こたて水飲むよー。ありがとうございますい、ね。では、2番を選ばれた方、ラバーズのカードですね。説明していきましょう。右上のですね、紫のカードでラストにアドバイスを出して締めていきます。右側のカードで3ヶ月後の未来を見ていって、左側のカードで現状を全部聖地に直して出していきましょう。また出たね、これカップの9番。 昨日も出ました、ビッシュカード。現状で出ましたね、今回は。ドライディザード、乾いた砂漠に、ディープドーイング。まあ、なんや、潜在意識的な意味かな、これ。こちら4枚のカードで、あなたの現状、テーマになることなど全部お伝えしていきますので、ぜひ参考になさってみてください。まあね、まあ、絵柄的にも、ワードの意味的にもね、まあ、直感的にも、このラバーズっていうのを選ばれたってことは、やっぱり恋愛結婚系をね、 期待してこのカードを選ばれた方っていうのがそういうことで悩まれてる方が選ばれてるっていうのは一つ多いのかなとは感じたんですがまあ全然ねちょっと僕関係ないこと言うかもしんないけど今からやっぱり一番気になったのは、まあ、カップの9番ウィッシュカード何か願いが叶いますよっていうカードがやっぱ出たんでここはねほんとストレートにその意味をとって進まざるを得ないなと思っておりますやっぱり何か、ね、今あなたが 願いが叶うような流れに入ってるっていうのはやっぱり一つ言えるのかなと思うんですよね。どんな願いかやっぱり最初にお伝えしたね。恋愛結婚系で悩まれてる方のその悩みが解消するようなこの願いなのかもしれないですね。で、悩みってなんで湧いてくるのかっていうと、それは必然で湧いてくるんですね。ちゃんとあなたの成長、 のために湧いてくるんですよ行動を促すために湧いてくるですよね悩みがない幸せでぬるま湯に浸かったような状態でずっと過ごせるんやったら人間何もしないですよ面倒くさがりやから人間っていかに楽をするかっていう本能生理的欲求みたいな本能がバッて働いてやらなくなるんですよねでもこう壁にぶち当たったりとか悩みが湧くことによって動かざるを得なくう感情をこうやってかき立てられて 動きたたくくななるるんですよね変えたくなるからいや気持ち悪いしんどい状況嫌やから抜け出したいってなってだからこんなものはずっと尽きないんですよね悩みからあなたがだから恋愛結婚系で悩むっていうことは何かやっぱりあなたの力あなたが行動していって実現してい,いってもらいたいっていう,こう見えない存在からの思いもちょっと感じるんですよね ねこの悩んでること、もし恋愛結婚系で悩んでる方がいたら、あなたが何か大切なことに気づいて行動していった時に願いが叶いそうだよっていうことを一つ伝えてきてくれてるのかなと思いました。大切なことって何って気になったと思うんですけど、それを今から解説していきますが、それはね、 心の奥深く、あなたが気づいてないことがあるんですよ。うん、これね、本当令和のシャーマン、桜さんがよく言うことなんですけど、心の中でね、僕ら蓋をしてしまってる部分があるんですよ。そう。それが何かというと、傷ついてる経験なんですね、過去において。 過去っていうのは今の人生だけかもしれないし、まあそんなことはね、だけってことは絶対ないんだけど、特に近々で悩んでることに関しては、今の人生で経験したことかもしれへんし、過去性ですね。もしも僕らが魂ってものは中に入っててね、何回も生まれ変わってるっていうのが本当なんだったら、過去の人生、前世とか前々前,前世とかね、過去性において傷ついた経験を根性で 解消する、傷を癒すために、その役目を持って生まれてきてるっていうものが、一つあるんですよ。そうそうそう、あって、そこに気づいてくださいっていう部分があります。でもね、この過去性においては、かなり、まあ、桜さんの力借りないと難しかったりとか、自分で分かる人もいるんだけど、 で、知らなくても、そんなもの別に見てもらわなくても、勝手に必要な出来事起こって、それをクリアしていけばね、解消されていくんでいいんだけど、ほんまに気になる方は、令和のシャーマン、桜さん、概要欄貼ってるんでね、そっちから頼んでいってみてください。見てくれるんで、本当に。で、そこまでは大丈夫、自分でしたいっていう方は、起こる出来事に対して、深掘りしていくってことが一つやっぱり有効かなと思います。それは、 いつも言ってる通り、なんで私は例えば今ね、この恋愛結婚がうまくいかないんだろうっていうことには何が原因があるかというと、あなたの中でのやっぱりストップしているものがあるんですよ。ブロックしているものが。で、それはやっぱりね、自分で掘り下げない。だからプロの手を借りるかね、桜さんのようなプロの手を借りるか、自分で真摯に向き合って、なぜこういう感情になるのかっていうのを掘り下げていかないと、解読は難しいかなと思います。 そうあなたが頭で考えて感情に感情に振り回されて感情が強い状態で何でうまくいかないのよっていうこの表面的なとこだけ見ててもこう解決しにくいよって言ってきてくれてますねカードが。例えばこのドライデザート乾いた砂漠ってカードの意味はあなたが探している答えという名のオアシスの泉はね この砂漠上には存在しないっていカード、いじわるならちょっと意味があってね。でもこの女性はさまよってるんですよ。答えという名の泉があるだろう、どっかに。でもこのカードが言ってる答えは、実はあなたがもう探してる答えは、あなたのとこにあるんですよ。どういうことですかこの、この女性が立ってる地中、砂漠の奥深いとこ、地中の下にオアシスが湧いてるんだよ、みたいな意味があるんですよね。なんじゃそれ、みたいな。 探さんでもあったんや、答えも私立ってるとこにあったんやっていうね。まあ、下ではある、掘らないと出てこないってい意味なんですけど、なんかねで、潜在意識的ななんかカードも出てきてるように感じてるんで、だからやっぱりね、あなたの探してる答え、悩みの種を解消する答えは、やっぱり心の奥深く自分で蓋をしてしまってるところにあるっていうことが一つ見えてきたんですよね。そこが開けば、叶うような流れにね、入っていくよって言われてるんで、 なんか今言った二つの方法。一つはプロ。令和のシャーマン、桜さんのようなプロに頼む。めちゃめちゃ手っ取り早いです、これは。でも、すぐにね、そうやって問題と向き合うだけの、まだ心の準備はできてない。怖い。っていう方は、自分でゆっくりね、向き合っていけば全然大丈夫なんで、まあ、いつも言っている通り、ノートを使ってね。なんで私はこういうことを思うんだろう。こういう気持ちになるんだろう。こういうことに対して。恋愛結婚でも何でもいいけどね。 それに対して、日々ね、この観察していく自分っていうもの。ねそこを掘り下げていったら分かってくるんですよっていうことなんですけどね。そこですね。それをしていくっていうのがテーマ、課題になっている方やと思います。2番の方。叶わないのは誰かのせい、環境のせいじゃなくて、実はあなた。 が自分で叶わないようにストップかけてるっていうね、これ、こんな言われたら歯がゆいと思うんですけど、そう、わかります。すごい気持ちわかるんだけどね。いやいや、私そんな意識ないでって思うかもしんないけど、そう、すっごいわかるんだけどね、それ。そうか、そこがやっぱり解消できたら叶うんだって、きっともっと後になったらわかって、ほんまにね、理解してく,れくださるかもしんないけど。 そうそう。だからね、自分のペースでいいんですよ。そう。焦らなくてね、ゆっくりゆっくり自分で、ね、掘り下げていってね、理解していくってことをなさっていってみてください。そう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 ですね。3ヶ月後の未来見ていきましょうか。ソードの7番。ボーンコレクター。ネバーエンディングストーリー。 うまくいったら、ちゃんとその心のね、蓋してしまってるものを、もちろん開けることできてそうなんだけど、ちょっとね、2枚のカードがね、微妙なんですよね。だから、3ヶ月の未来ね、まだ引きずってるな、まだ引きずってるな、過去。 まだ引きずってる感じがしますね。3ヶ月後の未来はですね、過去の自分のこの悩みの種になってるね、傷の元みたいなものと、まあしっかり向き合っていたりとか、少し向き合うことが怖くて避けてる部分も感じます。ただ、 原因はきっとこれじゃないかなっていうところまでは探り当ててることができてそうですね。やっぱりそれが、なかなかね、簡単にはね、まだ言えてないみたいですね。簡単には言えてないし、なかなかこう咀嚼してね、飲み込むまでに時間がかかるっていう風に感じました。だから3ヶ月後の未来が万々歳でね、もうクリアできていて、願いが叶う方向に、 進めているかというと、まあ、そうじゃなかったです結果ははいでもちゃんと問題点を見つけて向き合うっていうことまでは進めてるみたいですねだそれを飲み込むのに時間がかかってる状況が3ヶ月後のあなたっていう感じがまずしたんですよでもねこのボーンコレクターって左下のこのおばあちゃんのカードね これはね、もうあなたのままで完璧ですよってカードの意味なんですよ。総合的にね、見たときに思ったのが、一人やっぱりね、まあ、助っ人あなたを一人、あなたがね、その問題ね、きっとね、一人で解決するんじゃなくて、やっぱりね、こう、誰かに相談したりとかしてね、解決に導いてもらうっていう手を一つ使ってもいいんじゃないかなっていうふうに、こう、見えますね。 きっとね、一人では抱えきれないというかね、こう、処理しきれない部分を、まあ誰かにこう、助けてもらう。そういう状況が一つ見えましたね。3ヶ月後の未来で。本当にそのプロのね、見えてる人、癒してくれる人に頼むっていうことかもしれへんし、身近な友達、友人、家族、仕事の同僚とかね、そういった方から、 に相談したりとか、一緒に遊ぶことでね、こう癒されたりとかして、こう何か気づきのヒントを得たりとかしてね。そう。ゆっくりゆっくりこう、悩みの種を咀嚼して飲み込んでいって消化していくってことを助けてくれる。でやっぱり誰か人。誰でもいい。なんか別にプロに頼まないといけないってわけじゃない。誰でもいい。誰か、なんせ誰かあなたを、そんなあなたを見てね。 悩んでるあなたを見て力になってくれる人がねやっぱり現れて助けてくれるよってその気づきあなたがこうその悩みの種になっているものを解消するっていうことに対して力を貸してくれる人助けてくれる人がやっぱり現れそうそん,なそんな感じそんな感じそうですねそうそうそうそ,うそんな感じがしたそうやってあなたはその人の力を借りてその問題点と向き合っていく 解消に向けて進んでいくって感じがします。非常にね、やっぱりその助っ人が心強い。とっても知識とか知性とか理解力とかがあって、とてもあなたの力になってくれる人って言ってますよ。その人のおかげでね、すごくね、助かりそうあなた。未来がそこまでしか見てないから、追加の未来見ようと思ったら、またカード引くから、引かないといけないし、 話変わってくるんで、ここで止めておきますけど、なんせあなたが向き合ってることに対して、それを助け,助けてくれる強力なね、強力な人が現れる,現れるって感じがするんで、なんから安心しててください。あなた一人じゃないよって大丈夫だからって。よくね、そこまでね、向き合って、頑張ったね。じゃあ頑張ってるからちゃんとこのスケッ用意するねって感じで現れてくれるんで、大丈夫ですよ。アドバイス行きましょう。 ベジタリアン。やっぱり健康大事ね。肉体の。悩んでる時ってやっぱりこう食が細くなったりとか、不,不節制して,してしまったりとかね。不規則な生活になってしまって、余計に感情が乱れやすくなっちゃうとこう、悩みが長引きやすくなっちゃうんで、そういう時こそ早く寝るとか、健康管理、食、食べるものすごい大事です。食とか、 睡眠時間とかね、こう習慣、悪習慣にこう溺れないようにする。たまにね、深酒してふ、二日酔いしちゃったわとかいいと思うんですけどね、それ毎晩毎晩ね、もうルーティン化してしまうと、よくないな、夜更かしもこれよくないなとか、いろいろあるじゃないですか、できることからでいいんで、健康管理、肉体と心はすっごい密接にね、結びついてるんで、なんぼ心元気でもね、 肉体がやられてしまったら、まあ、そこに引っ張られて心もねこう疲弊していくっていうことは人間これは誰しもあると思いますどんだけ精神鍛えていてもやっぱりこう参ってしまうなーってなるんでね肉体ってやっぱり大事なんですよね自分の乗り物だから本当にしっかり手入,し手入れしていかないとねちょっとね例えば虫歯になって歯痛いってことになったらずーっとしんどいですもんね ずーっと鈍痛というかね弱い痛みがずーっと続いたらイライラしますもんね集中できへんというか5分だけやったら耐えれるけどこれずーっとってもうイライラしますもんねそ,うそんなものはだからもう精神力とかいう問題じゃなくてやっぱり基本的にやっぱりね大事なものなんで健康は健康は手なんぼなんでできるだけ今の自分が悪い 悪ししき方向に行かかなないいような習慣であるとと健康管理をしていくことが大切やっぱりこういうね問題と向き合って解消していこうっていう願い叶えるためにちゃんと自分がねブロックしてる原因を見つけ出してそこをねクリアしていこうっていう大事な時期なんで非常に健康を担保しておくっていうのは大事かなと思いましたすごくね あの、忖度なくなしに結果出しました。はい。3ヶ月後の未来めっちゃ、こうでこうで、エキサイティングしていいよ、言いたい、僕も。その方が楽だし、喜ぶ人多いし、ただ、出たことをちゃんとお伝えして、あなたのプラスになっているちゃんと本当の意味で、ね、実践できてね、プラスになった方が、結局ね、幸せになれるのではないかと。 思うところがあるので、はっきりとお伝えさせていただきましたが、でもあなたには必ずこの強力なサポーター、助っ人が現れてですね、あなたの問題を解決に導いてくれる、そんな存在が現れてくれて、きっとこのあなたが今悩んでらっしゃる問題が解決してですね、願いが叶ううというね、方に進んでいけるよって、そのための大事なね、土台作りというか、 道を作っていく最初のそこがすごく大事なので諦めずにね自分のペースで無理せずにその問題と向き合っていってね是非クリアして叶えていってくださいはいこれが私からのメッセージでございました2番の方以上ですちょっとでも参考になったよって方はね是非高評価ボタンで僕に教えてみてください そして今ね、チャンネル登録者数5000名を目指して、日々動画を投稿していっております。5000名達成した際にはですね、文章の占いのやつですね、個人鑑定を何名かの方に無料でプレゼントさせていただきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てください。また見てねーグッバイビーチューチュー元気出せよよよ,よ元気出してビューピュー タティー水のでは、3番の方いきましょう。運命の輪を選ばれた方いきます。右上の紫カードでラストにアドバイスを出して締めていきます。右側のカードで3ヶ月後の未来。左側のカードで現状全部整地に直し出していきましょう。エースのペンタクル。なんか同じような出たね。おっきい丸が。めっちゃ似てる構図が。ワイドオープン。 これも連日出てきてくれてるカードですね。トレジャーアイランド、宝箱のカード、宝島かでは、この4枚のカードでですね、現状テーマになること、直感で思いついたことなどをお伝えするんでね、ぜひ参考になさってみてください。これめっちゃ似てるよね、そのペンタクルと運命のはね。何かが動き出そうとしてる。とてもね、今、 あなたの人生が大ききく動き出そうとしているそんな方が3番を選ばれているという感じがしました。で、ここで今、あなたにとってすごくテーマになること、大事なことをお伝えするんでね、ここをきっちりやっていくといいよっていうことね、言っとくと、直感に従ってください。頭でどうこうじゃないです。頭で考えて、知識仕入れて、情報入れてね。 他人の意見を取り入れて、もっともこれがベッターな選択だろうみたいな。ベストでもいいけど、そうやると、なんていうのかな、モデルケースがあったりとか、成功者が言うてるからとか、そんなんで、なぞっていくように持っていくんじゃなくて、直感、いや、それって賛否分かれるよね、みたいなことやったり。 いや、それ分からんなーって。自分が信頼のおける方に聞いても、いや、それどうか分からんなーってこと。でも直感はそれをやってみたいと思ってること。あったら、そっちで言ってください。直感に従って。それが今あなたに来ているこの運命の輪。大きなタイミングを動かす最初の原動力になります。むしろそれを外すと、 動かないかもしれない。今は。あ今は動かないわ、うん。今は動くことはないです。次のチャンスは動くけど、そう。今、なんて言うかな。ある種リスクしょったりとか、スリルを味わうことかもしれない。それはなんか犯罪を犯せとかそういうことはないからね。一応言っておきますね。これちょっと微妙。ひょっとしたら、マイナスに働く部分も出てくるかもしれない。それがだからリスクですよね。 賛否分かれんなとか、人によってはそれをやめた方がいいっていうことかもしれないし、人によってはいけいけっていう何、何を躊躇してんのってことかもしれないっていう、賛否分かれることで、だから悩むんですよね。多分それでアイディア浮かんでることあると思うんですけど、それはあなたの直感で言ってください。進むもやめるも。直感でこれはやらん方がいいって思ったらやらん方がいいです。そういう運命の輪を回す方法もあるんで、いや、これは、 周りの意見い大体分かったけど、直感がいけって言うてるわって。思い切って言ってみようと。って思うんだったら言ってください。それで回っていくから。そう。それ言ってきている感じがします。だからそれがすごいテーマです。直感に従って運命の輪を動かすっていうのはテーマになってます。やっぱりね、お金のカード出てるから、こう宝箱も。やっぱりそれって仕事とかお金関係ちゃうんですかね。恋愛系のリスクを取ってっていうことよりも。そんな感じがしたんですけど。で、 今のあなたのテーマもう一個が、開き直ってって言ってます。開き直る。あとは野となれ山となれじゃあとかね。人生一回しかないんじゃここでやらなどうすんねーみたいな。そういうノリ覚悟開き直りそれがすごい必要って言われてます。今のあなたに。 で、そのね、開き直ると何がいいかって、なんかね、しょうもないもん手放していくんですよ。自分の中でブレーキかけてる、なんかネガティブな思いだったりとか、小さな悩み。くよくよしちゃってること。もう知らん、もうええ。も <laughs> うよ、これもうどうとでもなれっていう、そのね、開き直るってすごい強くて人間。それができた時に、なんかすごくあなたにね、日の光が差すんですよ。だから、開き直ってって。 言ってきてくれてます。直感に従っていくっていうことと、こう、細かいことを気になっている自分がいたら、もう思い切って開き直って、またもうどうにでもなれやーってこう飛び込んでいくような、そういう大胆さっていうか、無責任さが必要みたいなことがテーマで言われてますね。で、あとは、あなたは、何も持ってないんじゃなくて、もう持ってるんだよって言われてます。 あなたはもう持ってるんですよ。あなたという,もう個性とか、能力とか、可能性とか、全部持ってるんだよってことを言われてるんで、それを持って、引っ下げて、それを引っ下げて進んでいってくださいって。何かを得てから、宝島に行くんだ、じゃなくて、 まあ例えばだから宝の地図を手に入れないと宝島には行けないんだってあなた思ってるかもしんないんだけどいやあなた自体が動く宝島なんだよって言ってきてくれてるんですよこのカード僕はそう捉えたんであそうか宝島っていう場所があるんじゃなくて自分が宝島ってことに気づくことが大事だったんでっていうことがなんかカードが言ってきてるんですよねあなたは何かになろうとするんじゃないんですよ そう、何者かになろうとするんじゃなくて、もうすでに、あなたっていう存在がもう、そこにいるわけですよね。で、あなたはあなたでしかないんですよ。あなた以外の何者にもなれないんですね。だから、あなたでいいんですよ、そのまんまで。で、そのまんまのあなたで、そこに行ってくださいって。行きたいとこ行ってくださいって。思いっきり飛び込んでください。直感に従って動いてくださいって言われてますよ。 あなたが例えば何て言ったらいいんかなまあもちろんねこの仕事をするためには資格がいる例えば学校の先生になろうと思ったら教員免許がいったりとかお医者さんになろうと思ったらね医師の免許言いりますよねで私めっちゃ病気とかに詳しいから無免許でブラックジャックのように医師やりますってお医者さんになりますって無理ですよね ただの法律を犯してるし無理やし危ないしそんなのね。そういうことではなくて何かを経験していなければそこに行ってはいけないとかっていう、まあ、資格とか置いといてそういう社会通念もあるし思い込みもあると思うんですよ。ただ必ずしもそうじゃないって言ってきてるんですよね。場合による人にもよるしもういろんな可能性があんねんから その経験を積んでなくてもいける場合がある。ですよそ。そんなことを言ってきてくれてるんですよね。だから何者かにならなければいけない。何かを経験しなければそこにいけないって場合ももちろんあるけれども、何かあなたが今ね直感でこう思いついてることがあって、直感でこれ言った方がいいなって思ってることは、 別にその経験をしなければいけない。何者かにならなければトライしてはいけないってことじゃないことのように感じるんですよね。免許がないのにお医者さんやりたいですっていうことではないように感じるんですよ。いや別にあなたのままそれ飛び込んでみてもいいんじゃないトライしてもいいんじゃないっていことで、なんか考えてることあるんかなって思うんですよね。それは恋愛かもしんないし、結婚かもしんないけど。それを、ただ、 あなたはもうあなた自体が動く宝島なんだから行ってくださいねそれを喜ぶ人もいるんだよってあなたという宝島がやってきてくれて喜ぶ人もいるんだよってあなたという宝島はちょっとうちに合会わないからごめんなさいっていう人もいるかもしれないそれは当たり前ただ喜ぶ人もいるんだよってだから深く考えずに直感に従ってどんどん行ってね なんかそんなことをずっと言ってきてる感じがしましたね。3ヶ月後の未来どうなるんでしょう見ていきましょうか。ワンドの8番。これも連日出るなぁ。黄金の宮殿。これなんか出るなぁ、出るなぁ、これ。タイム・ファン・アップ。でもね、意味が全然違います。同じカードが出ても。黄金の宮殿がすごい引っかかった、今回。 やっぱりね、これ宝島に黄金の宮殿でしょ。すごいリッチなお金のカードやのなんかすごいリッチですね。リッチ、リッチ、3ヶ月後。やっぱりね、あなたここにたどり着くんですよ。3ヶ月後。宝、宝島であるあなたが直感に従って行った先は黄金の宮殿だって言われてます。宝。 金貨いっぱい入ってますね。あなたの背中に乗っている宝箱。なんか。黄金の宮殿ですよ。金ですよね。合いますよね。金と金で。合わないわけがないですよね。しかも、規模がかなり大きいですよね。あなたが持っている金貨の量より。もちろん黄金の宮殿の方が多いですよね。金の含有量。金の量が多いですよね。だから、あなた。まあ、例えば、 あなた個人ですよね。個人と考えて、黄金の宮殿が大きな会社。あなたがこう取引したいとか、そこで働きたいとか、関わりたいと思っている仕事場か,かもしれない。そういう人かもしれない。関わりたいな、目上の人やな、高嶺の花やな、とか。そこと、今あなたが持っているものが、マッチングしやすいものを持っているから、 マッチしてる感じがしますよ。すごく3ヶ月後。そこに行けてる。足を一歩踏み入れることができてるって感じがします。そう。それが起きそう3ヶ月後に。早いよね。それがだから恋愛でも仕事でも見てもらっていいんだけど、今回ちょっと仕事が多いかなって感じがしただけで、ご自身に当てはめてくださいね。言ってることね。だからあなたが、 その細かいことを気にせんとそのまんま飛び込んでいったところでこの黄金の宮殿のようなところと縁が結ばれてる感じがすごくしました3ヶ月後結構ねやっぱり速いスピードで進んでいくからでねワンドの8番ってえ確か急展開のカードよねこれだったと思う だすごくね、早いスピードであるとか、急展開っていう面白い出来事によって、そことの縁が結ばれていくっていうことが起きそうなんですよ。3ヶ月後にもはや、早いね。すごいね。めちゃめちゃいい未来出たやん、これ、3番の方。一個気になってんのがタイムフォーアナップね。これなんだよ、何言ってるか。これ多分シンプルに、寝る時間減りそうかも。3ヶ月後。 ゆっくり落ち着いて寝てるっていうよりも、今回感じたのは、忙しい中、隙間時間を塗って、仮眠を取ってるとか、限られた時間でこう、今寝なあかんわって寝てる感じに見えたんですよね。そこはすごくね、余裕があってゆっくりしてるっていうふうに見えないんですよね。で、でも、悩んでて窮屈っていうふうにも感じないんですよね。どこか、どこか充実してて、 自分の中で満足してる。でも時間はそんなにないから、今寝ないといけない。でもなんか心地いいんですよ。今やれてること、頑張れてること、携わってること充実してるあなたで、限られた時間で、お睡眠をとってるって感じに見えたんですよね。だからとてもね、やっぱり今あなたがいる状況ね、チャンスの真っただ中ってやっぱ感じがますますしてきましたね。だからこそ今、 あなたが浮かんでること、これやってみたいけどなってちょ,ちょっと躊躇してることリスクあるとかスリルがあるなってことかもしれないそれに対して開き直って「オラ!」って直感で行くんやーってやった時に意外や意外この意外な展開急展開でもってその黄金の宮殿っていう呼ばれるね大正美とか大正物か分からへんけどそこと縁ができちゃうってう感じがしますね。 でそこで何かあなたが満足する結果をやっぱり手にするんでしょうね。何かこう道が開かれていくとか、関わりたかった人と関わっていけるとか、関わったか、関わっていきたかった環境場所とね、関わっていけるとか、なんかそういうミラクル起きそうですね。いいっすね。アドバイス行きましょうかトラベル。行けよと。こんなもん旅行と取らないっすよ、この意味、今回。行きなさいと。 今思いついてるアイディア全部手出すぐらいの、そういうぐらいのアグレッシブさで、ガンガン進めていきなって言われてますね。言ってください、言ってください。もうそれ、もう背中を押してくれてる感じにしか見えないです、今回。あなたが指示出した方向に行きますぜっていう <laughs>、そんなアドバイス来てます。 こっちが指示出すんで、このナビゲーションに従ってくださいねってアドバイスじゃなくて、あなたが決めてください、行き,行き先、目的地。そこに我々、力稼、稼いさせて、貸しさせてもらうんでって言ってるんで。そうそう。それ誰え、それ、貸し、貸しさせてくれ、もらうんでって言ってるの誰って言ったらちょっと見えない存在かな、これは。出会いとか、 急展開をお手伝いしてくれる存在って感じがしました。出会いは、もう信じる信じないどっちでもいいけど、必ずね、見えない存在がサポート入れてますよ。<laughs> 信じてくれなくてもいいです、全然。はい、僕は知ってるからお伝えしました、はい。根拠があって言ってるんで。そう。でもね、これほんと信じない初回したらな根拠はって言われるんで。 これに関してはもう今後でやるね、桜さんのコラボで明らかにしていきますが、はい。必ず関わってます。関わってないわけがありません。はい。関わってないので起きません。<laughs> 間違いないです、これ。はい。びっくりしますよ。うもう全然言えない。まだ言ってないし、いっぱいあるけど、もうコラボでガンガン言っていきますね。めちゃめちゃいろんなこと起きてるんで、そう。 ちょっと余談挟んじゃいましたが。なんせ、あなたが指示出してねって言ってますよ、アドバイスは。はい。もうね、ガンガン行くタイミングっすね、3番の方。もう動く時が今来てます、あなた。躊躇してたら流れ変わっちゃうんで、躊躇してる暇はありませんね。も思いっきり開き直って、今思いついてるアイデア、気になってることに、バーンと飛び込んでいってしまいましょう。 するとあら不思議、意外な展開、急展開、早いスピードでですね、黄金の宮殿ですね。これが何を指しているかはその人によるんで、ご自身の中で当て,てはめてくださいね。そのトライしようとしていることと関わっている黄金の宮殿。対象美と対象物が関わっているんで、そこと縁が育まれていく、結ばれていく。それやっぱり今のあなたとそこがマッチするからなんですよ。 だから受け入れられるんですよね。そう。かなり大きいですよね。そこ。力があるというか、魅力があるというか。そんな感じに見えました。はい。こんな感じですが、いかがだったでしょうか ?3 ヶ月後、あなたがとってもね、驚きとね、喜びに満ち溢れた未来になってますように、応援してます。 以上が3番の方へのメッセージでございました。ちょっとでもね、参考になったよって方、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今チャンネル登録者数5000名を目指して日々動画を投稿していっておりますのでね、よかったらチャンネル登録して、5000名達成した際には、個人鑑定無料でプレゼントするんで、チャンネル登録しておいてください。さあ、本日以上でした。いかがでしたでしょうか。中にはね、すごく はっきりとしたね、宣断結果を伝えて、しかもその宣断結果が別にエキサイティングするような内容ではなかったので、まあ人によってはね、ああ、こういう状況の、こういう結果を伝えてこられたかって取る人もいるかもしれないけど、やっぱりこの占い。あくまで占いです。占いはエンタメの影響は出ないんじゃないかと僕は思ってるんで、やっぱりね、あなたの心がね、未来を作っていくんですよ。そこ。 そこの軸はぶらさんようにね、占い楽しんでみてください。はい、僕がすべて未来をね、見えていて、操作できるんやったらね、自分が気持ちのいい未来を作っていくんですけど、そんなことできないんで、あなたの心ですよ。そこを見失わないようにしてくださいね。はい。では、またね、いろんなテーマでやっていきますが、いろいろテーマ、リクエストくださいね。採用する次第はありますけれども、すごくね、あの、助かるんで、 <laughs> ぜひあの書いてください自由にこのテーマで占ってほしいってリクエストねあったらよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうまた見てねまた見てねグッバイミチュチュー